エールズ前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2の8、ベアーズ自陣39ヤードからセカンドダウン7。フルバックの中央へのダイブプレー、しかしこれはアジャストされノーゲイン。ここでボールをファンブルしておりました。ファンブルしたボールを抑えたのはエールズ、したがってエールズの攻撃に変わります。ターンオーバー、エールズのオフェンスです。